ようこそ、岡田です。今日はですね、キングヌー様の酒夢を、はい、私編曲してみたので2人でいきなりやってみたいと思います、はい、どんな感じでいけるか、もう一発撮りでいけたらね、ちょっとハッピーなんですけど、難易度的にどうですか？鈴木バイオリン教本何巻弾けたらこれ弾けますか？7。そうだね、超が難しいんでね、うん、シャープが多分鈴木では出てこない。絶対出てこない。確かに鈴木ではシャープ6つは出てこない。ダブルシャープも出てこない。そう、しかもちょっとこれ緊張なのが、この踏めくりペダルを買ってみて使ってるんですけど、バイオリン弾きながらペダル踏むってまずないから、そこも緊張なのよ私。確かに、もうヒヤッてします。ヒヤッてする。はい、行ってみよう。
番ジャパン。ダメだよ、間違えるならしっかり間違えやっていう。